よって書いたのにショールームの予約を入れてなかったの今思い出した。それなのに来てくれてありがとう。赤いきつね食べました。お、赤いきつね派なの？きつねいいね。こんにちは、おはよう。今日ね、広島雨が降ってるんですよ。天気がちょっと曇ってて、やだわ。ウォーキング行きたかったけど、ちょっと喉がガサガサしてる。水持ってきます。お茶にしました。ルイボスティー、ルイボスティーにします。お昼は納豆ご飯の予定。いいね納豆。朝はまだ今日はヨーグルトしか食べてないんですが、どうしよっかな、どうしよっかな。明日明後日があれだからな、大阪のお話し会だから。どうしようかな、あんまりがっつりは食べず、むくまないようにしときたいけど、けど無理かも。お腹は空いてしまう。お昼ナポリタン、おお、タラの煮付け、はあ、照り焼きチキン、ほい。そうなのか、みんないろいろだね。ケンジさんハート、クックさんアイス、ラクさんココア、カマちゃん、トシイチさんハート、ありがとう。しんいちさんだるま、ロスゴレペアドレスさん服ありがとう。ガードリさんだるまありがとう。どうしよっかな、どうしよっかな。大阪の撮影会の距離、私もねメンバーも何も詳細知らなくって、そうこの前のお話し会でも聞かれたんですよ。結構当選してる方からどのくらいの距離なのかと、あとポーズの指定とかはできる距離感なのかとか、まとめて一気にパセリ当選者とパセリで撮るのか、それとも一人一人個別で撮るのかとか聞かれたんですけど、本当にもうね分かってなくて、そうで時間もね、当選した方には多分時間いってるかもだけど、私時間すらちょっと知らなくて、お話し会で聞いて知ったんですよ。本当にね分からんくって。そう、ヤマケンさんココア、ミッチーお断り、さとこさんハート、あきまさんだるま、こうじさんだるまありがとう。そうだからどんな感じなんだろうかと思って、ノイミーさんとかが個別撮影会してるから、ノイミー行ってる方にどんな感じなのって聞いたけど、わかりませんって言われてね、レコード会社が一緒だから同じ感じかなと思って聞いてみたら、わかりませんって言われたから、ちょっとわからん。あ、研究生、そうだね、前回研究生が3期生とかがやってたから、その時はどんな感じだったんだろうか。かいちゃん小判ありがとう、タコもありがとう、しんいちさんバラありがとう。どんな感じなんだろう、ちょっとドキドキですね、分かってなくて。でも撮影の時は衣装、表題衣装だから、そう表題衣装なのでね、多分髪型も表題の髪なのかな、どうなんだろうか。それによってお話し会の髪もちょっと変わるかなって感じです。表題の髪が私ストレートのおろしだから、朝から三つ編みとかしたら一人なんか編み目こう解いた時のさもわもわになっちゃうから、それ次第でまた変えようかなと思ってます。
パイナミさん、ココアありがとう。台湾ジョジョさん、ラブレターありがとう。ミッキー、ココアありがとう。とんでもなく離れてた、とんでもなく。はあ、でもその時多かったもんね。ね、わかんないですね。ポーズは、うん、ポーズ、お話し会でこういうポーズ希望ですって方がいらっしゃったので、それと普通にあの生写真とかでするようなねやつしようかなって思ってます。個別、いや、どうだろう、どうなんだろう、本当に詳細わかんないから、もうどうだろうしか言えないから、ちょっとまた確認してから返します。憶測で語ってもなんかちょっと違うじゃんみたいになっても困るから、ちょっとマネージャーさんを通して確認してからの返事になる。すいません、私が主催してるわけじゃないから、ちょっと分かりかねてしまって、来てもらう側なのにちょっと曖昧な返事で申し訳ないです。すいません。しんいちさん、だるまありがとう。トールさん、ココアありがとう。としきさん、だるまありがとう。ごめんよ、いつもわからないことばかりで、すいません。聞いとく、配信終わったら聞く、ちゃんとメモしとく、忘れちゃうから私メモしとくね。かみかみほいじゃん。から大阪に前乗り、お、前乗りいいですね。美味しいもの食べるの。また報告してください。メモ帳。メモ帳。ちょっと聞いとくね。個別撮影会距離感メモ。メモ。個別撮影会距離、距離と、あと何でしたっけ、囲みか、囲みなのか個別なのか、髪型聞いとく、聞くのが一番。こんにちは、大阪、大阪はね、よいしょ、あんまプライベートで行くことないからさ、あんまり街のなんていうの、立地を把握できてないけど、皆さん迷子にならずに来てください。私はちょっと未だに駅の構造が分かっておりませんので、ユニバに行くときはだいたい夜行バスだから、もうバス乗っとけば着くからね、分かんないのでみんな気をつけて Google マップとかは頼ってきてください。よろしくお願いします。服も今日服届くんですよ。明日じゃないや、明後日着ようかなって思って、ワンピースが今日の12時から14時ぐらいで届くので、もしかしたら配信中に来るかもしれないし、来ないかもしれない、雨だから遅れちゃうかもだけど。インデックス大阪、私インデックス大阪さ、あの STU 入る前とか行ったことなくて、本当にね STU 入ってから初めて行ったんよ、大阪自体。だから本当にね、右も左も分かりません。みんながたくさん教えてください。ね、この4年5年ぐらいで何回か行ってるけど、だいたい駅からはもう STU が用意してくれた移動の手段で行くだけだから、もう寝ぼけててもついてしまうからね。何がおすすめなんですか？駅で買えるものとか、
駅で買える大阪のもの。北と南が分かっていれば大丈夫。分かってないけど分かってないけど、ファンについていけば大丈夫。それみんながさ、ファンについていけば大丈夫と思って、全然知らんとこ行ったらどうしよう。みんな揃ってそしたら友達が増えるね。そういう時になんか友達って増えるもんだよきっと。なんか苦楽を共にした方が仲良くなれるっていうし、みんな無事にたどり着いてください。富士山だるまありがとう。柿の葉寿司食べたことない。ジェラート、ジェラート屋さん、ジェラートね、ケータリング、大阪行ったらだいたい551とたこ焼きが差し入れであって、室内にいても大阪を回った気持ちになれるからありがたい。パシ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 してください。ミックさんだるまありがとう。あ、私でも一回ね、 ST 入る前になんかの握手会に行こうとしてインテックスまでの行き方を調べたことがあるかもしれない。あるな、なんかそのコスモスクエアっていう文字を見たことがある。多分調べた時出てきたんだろうな。伊博さんだるま、芋けんぴさんだるまありがとう。だるまだるま、この前ソラさん食べてたわ。あの SKE の、 あの合同ライブで仲良くなったこと、大阪観光みたいなのしてて、この前お正月串カツ食べたって言ってました。しおさん服ありがとう。お昼はハンバーグ、わハンバーグ、私びっくりドンキーに行きたい。びっくりドンキー、お好み焼きどっちが好き？え、お好み焼きお腹いっぱいになれるからどっちも好きだよどっちも良さがあるね。でもボリューミー、食べ慣れてる、人生で一番食べてるのは関西系のあの麺が下に入ってないやつが、やっぱ冷凍食品とかでよく食べてるけど、広島に来たらもう下に麺が入ってるやつばっか食べてるね。環境によりけり。しんいちさんお断り、しょうさんだるまありがとうございます。ネロケンさんハートありがとう。どっちも、もうどっちもいいね。みんな仲良くしよう。タケノコとキノコだけはバチバチでいていいよ。他はもう仲良し。仲良し、小良し。でもひよこは東京じゃなくて福岡だよって。それだけは福岡です。ブラックモンブランも福岡じゃなくて佐賀だよ。マリオ2さんハートありがとう。黒く塩ナゲット食べたいよ。私もスタバの新作も行きたかったよ。昨日はスタバの新作を飲むぞって広島に帰ってきたのに、なぜかサーティワンでパフェ食べてましたおかしいな、気づいたらサーティワンにいたんだけど、どういうことかしら。第三勢力キコリの切り株、え、食べたことないかもしんない。食べたことないかも。見たことあるよ。なんかそんな、え、本当にあるやつだよね。なんかそんなやつあるよね。なんじゃそりゃ、どんなやつなの。そう、気づいたらね、サーティワンいた。こ
こんにちは。天気悪いから画面がなんかガビガビな気がする。アルテミスさん、ダルマありがとうね。なんかスタバ金粉が乗ってるらしい。金粉、まあ金粉はね目で楽しむもんだから多分味は分かんないけどね。おしゃれ金粉、昨日ねなんか新幹線の中で急にミニモリさんのなんかの曲が流れてきたんですよ。何だったかな、なんかね急に流れてきて、ショールームでみんなに言おうと思ったのに忘れちゃった。別に言うことでもないけど、あ、ショールームでこの話しようと思ったけど、何の曲だったかな、なんか脳内で流れたの急に突然ふわって。テキサスのロンスターさん、バラありがとう。いや、じゃんけんぴょん、じゃんけんぴょんじゃなくて、なんかあんまりテレビで見ない系の、多分アルバムとかそういう系ので、やばい、 iPad つけたら急になんかなんだったんだろう、ちょっと、あ、でもないのか、ハロプロさんってないのか、 Apple Music とか見てもなんだったんだろう。ミニハムズでもなくて、なんだったんだろう、ミニモニテレフォンだリンリンリンでもない、なんかちっちゃい頃の記憶が急にピュンって入ってきて、はっってなって、でも思い出せない。ウィキペディア見たらわかるかな、ミニモニ、ウィキペディア、かごちゃんです。ミニハムズじゃない、おかしい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 でもない、なんだったんだろう。アイン体操はじめ、違う、でっかいでっかい、うん、分からん、なんだったんだろうか。タイトル見てもうこれだってなるやつがなかった。多分いつか思い出しますね、また思い出したらいいよ。私はミニモニで育ってきました。ミニモニとモーニング娘さんのアルバムとかなんかそういうのをお母さん車で流してたから、ずっとそれ聞いてたから、それで育ちましたよ。ミニモニひな祭り、なんだったんだろう。もやもやする、こういうのがもやもやするけど、私はこのもやもやにみんなを巻き込んでいる。私がすっきりしないとみんなも一生すっきりしない。メロンのあそこさん、お断りです。アポーパイヤ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 イ、アポーパイホーアポーパイ、うん、こんにちは。でも小学生とか保育園小学生ぐらいの時に聞いてたやつだから、もう本当に古い記憶がポンって急に新幹線の中でポンって。お母さん、お母さんね全然なんかアイドルとか詳しいわけじゃなくて、お母さんはあのツタヤとかゲオで、あのアルバムランキングのなんかあるじゃん、トップ10みたいな、あそこからレンタルするから、そ
その昔は車の中で流れる曲はだいたいその時代のもう有名曲みたいな、大塚愛さんのアルバムとかキロロさんアルバムとか、なんかそういうのが入ってた。特定の誰かのアーティストさん好きとかなく、もうめちゃくちゃミーハーな感じの選曲でした。こんにちは。結局前髪切らなかったんです、昨日。油そばを食べます。あー羨ましい。油そば食べに行きたい店があるんですよ、広島の。また行ったら教えます。行きたいリストがどんどん溜まってくの。行ったら教えますばっかりになってきた。やばい、追いつかない。油そば、油そば、油そばと混ぜそばの違いは何ですか？油が入ってるかどうか。何？混ぜそばの中の油そば？ST の中のお先シェリーかみたいなこと？チャボリタ美味しかった。あ、もう食べたの？美味しかった、よかった、よかったよ。混ぜそば、油そば、汁、あ、汁があるかないか、汁の有無なの。ほう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 。平和食堂、ああるね、横チェーンのやつね、東京なんちゃら油そば。バームクーヘン&バニラ、あーなんかメンバー置いてた、それ気になるって。なんかパリパリしたもの入ってないと、ちょっとパリパリしたものを投入しようかな。チョコチップとか。油そばは自分で酢やラー油をかけて味を調整するシステムなイメージ。あ、わかる、わかるな。混ぜそば、アラームが鳴りましたアラームが鳴ったよ。配信も一瞬止まったかも。アラーム鳴っちゃいました。なんでこの時間に。11時55分のアラームが鳴った。あれかな、12時から配信しようとしとったんかな、昨日の夜の私は。それにしても11時55分に起きたとて、5分で配信はちょっと厳しい。そう、アラーム鳴った、びっくり。記憶に、あ、違う、わかった。なんで私がアラームをしてるかっていうと、12時から14時に宅配便が来るから忘れないようにだ。忘れとったけど、今アラーム鳴っても忘れとったけど、それでした。宅配が来るようなアラーム、昼飯準備のアラーム。さすがにそれは私もアホになっちゃってるわ。もう常に食事準備のことしか考えてないのに。こんにちは、こんにちは。なんか歌いたい気持ちだけどさ、私歌ったら絶対喉ガサガサなるんよ。公演の次の日とかめっちゃガサガサなるから、ちょっと明後日のお話し会に備えとこ、安静にしとこ。お話し会の後もガサガサになります、私は。リアルお話し会さ、無意識に声出しちゃってて、なんかうるさいぐらい出てしまって、いつも終わったら声が枯れるんだよね。怖いな、怖いな。きっと乾燥もしてるしな。お、ヤンマが買ってきたの。私も見たよ、広島のローソンに。沖さんとあかりんさんとももちゃんがいたね。あと私個人的に好きなポイントは、
ゆきりかのページですかね。いいですね、ゆきりかページ。あとあれです、ドゥームズデーの1位特典のアイコとリネのグラビアもついに告知解禁されてて、めちゃくちゃ豪華な刺身食べてたんですけど、その時だけ行きたかった。もう紙面には乗れないって決まっても、そのさ、刺身きっと食べきれないだろうから、刺身食べる係として行きたかったですね。2位だった特典として、刺身だけでもちょっと参加したかった。めっちゃ美味しそうだった。見ましたか？ちょっと私が見ようか、みんなに。リネかアイコのね、X に載っててね、そうよ、あのあれです、アイコとリネのやつを見て、私もそれっぽい写真とかを撮ってアップしようと思ってるので、せめてもの、せめてものなんか感謝の気持ちというか、なんだったっけ、うつみ、うつみぴょん、リネかな、これだ、これです、これを見てください。このこの豪華な食事たちを、やばいよ、2人じゃ絶対食べきれないって。このお刺身、え、待って待って、天ぷら1人1皿ずつある、この量の、マジ？思わずいいねしちゃったもん私。キャー、しかも可愛いの、可愛いんです、見て、2人で絶対1人で持てるやろっていうサイズの、 あのスーパーの袋を2人で持ってて、キキララみたいで可愛い、ピンクと水色で、私買います、1月29日発売の BLT さん買います。何買ったんやろ、チョコモナカジャンボかな、何が入ってるのかな、結構買ってるよ、でもほら結構入ってる、買ったらまた感想言います。いいね、でもね、確かこの日天気が良くない日だったんだよね、ほら地面がちょっとさ、なんかね、愛子に撮影の前の日かなんかに、明日撮影なのって聞いて、そうなのって言ってたんだけど、撮影の日確か雨予報だったんですよね。でもいい感じ、雨ってそんな分からん、降ってなかったのかな、ほら綺麗です、楽しみ、ちょっとレトロな感じかもしれない、みんなもぜひ BLT さん、あとあれもね、ヤンマガも、ヤンマガも出てる、コンビニとかに STU がいますよ、多分視線感じると思います、コンビニの雑誌コーナー通ったら、はっ、ももちゃんの視線を感じるってなると思う、あかりんの視線を感じる、ポキオの視線を感じるってなると思います、私もなった、昨日なった、ローソン行ったらあって見たら STU いた、嬉しいね、自分のさグループのメンバーとか48グループのメンバーが表紙で言うと嬉しい。
おーってなる。解放しました。あ、紐で束ねられてたってこと。あ、解き放ってくれたんですね。本屋で買った。でも確かに在庫難しいよね、コンビニって。直前に買われちゃったかもしれないね。お昼休み突入。12時ようこそ昼配信へ。コンビニ、私がコンビニに行ったらまずすることはアイスコーナーに行きます。それでアイスを今日は何にしようかな。でもどうしよう、ここで買って買うよりスーパーがいいかなって悩みます。まあどっちに行けも、どっちにも行けばいいかってなります。アイスを食べます。しょっぱいものが欲しくなります。唐揚げくんのコーナーを覗きます。それでレッドを買う。ローソンルーティーンです。セブンルーティーンはアイスコーナーに行きます。アイスを物色します。それでセブンは何するかな。惣菜コーナーに行くかな。惣菜コーナー行って見て節約しようと思ってアイスだけ買う。ファミマルーティンはファミマに入ったらまずスイーツコーナーに行きます。ファミマの場合スイーツコーナーに行って、でそこからアイスコーナーに行って、でパンコーナーのドーナツとかをチラッと見て、でお茶だけ買います。だいたいいつもなんかファミマ行くときお茶を買って、喉が渇いてるからかな、お茶買ってるかも。このルイボスティーも確かファミマの、これほらファミマで買ったルイボスティーだった。ファミマはルイボスティーを買いますね。ヤクさんハートありがとう。ミツさんバラありがとう。あとはミニストップルーティン。ミニストップに行くときはだいたい東京のお泊まりのときなんですけど、メンバーと今日はホテルから徒歩何分でミニストップだよって掛け声を交わします。まずね、朝一番の集合で今日はミニストップ徒歩6分だよとか言って、気分を上げていきます。そんでホテルになんかイベントとか終わったり移動が終わったりしてホテルに着いたら荷物を置いてミニストップへ出かけていきます。寒さにこう耐えながら。でまずはレジのとこにあるアイスを横目に市販のアイスコーナーへ行って、チョコモナカジャンボとジャイアントコーンを購入する。これがパセリなミニストップルーティーンです。絶対私ミニストップ行かなくても買えるのに行っちゃうんだよね。もうなんか最近普通にどこでも買えるアイス買っちゃう。ポテト美味しいよね、わかる。デイリー山崎ルーティーンは、デイリーはまずパンコーナーに行きます。デイリー山崎はパンコーナーに行って、塩パンとかクロワッサン系があるかをこうチラッと見て、でそれでデイリーはサーティワンのカップアイスがあるのでチラッと見てジャイアントコーンを買います。結局ね、結局買うものは変わりません、どこの店に行っても。うん、ちょっと広島のデイリー山崎はサーティワンの近くにあるので、サーティワンの店舗の近くにあるから、もうそこまで行ったらデイリーで買わず普通にサーティワンに行って買えばいっかになっちゃって、なかなかいつも通りのやつを買っちゃう。
そう、どこへ行っても同じです。メロンのあそこさん、レインボースターありがとう。しんいちさん、ハートギフトありがとう。パンコーナー大好き、見るだけ、見て我慢です。こんにちは。お昼休憩の人々がどんどん来てくれる。ようこそ。カレーのピカタ、なんだそのおしゃれフード、食べたことない。ピカタって何？ピカタかわいい、なんか響きが。ピカタ、人生で食べたことがないかも私、ピカタというものを。調べます。わからないことは調べる。これね、家庭科の教科書とかに載ってるやつだ。食べたことないかも。ピカタ、イタリア料理に由来する西洋料理の一つ。イタリアにおいてはバター焼きした子牛肉のレモン汁がけを指す。日本では豚肉に食塩、胡椒などで下味をつけてから小麦粉をつけ、粉チーズを混ぜた溶き卵を絡ませてソテーしたものがポークピカタとして知られている。おー、チーズなんだね。食べたことないかも。ピカタ、カレイのピカタって言葉、お魚だね。ここに書いてるのはお肉だけど、お魚のピカタ。へー、ピカタ、え、そうだよね、教科書載ってるよね。ピカタ、写真見たら見たことあるとなりました。ピカタ、ピカタ、名前がいいね。なんかなんだろうね、オムレツ、見た目なんかちょっとオムレツみたいな、トンテキみたいな、なんでオムレツみたい。ちょっとここに載ってる写真は平らにしたオムレツみたいな、ナゲットを平らにしたみたいな見た目してる。他のは、うん、世の中知らないものがたくさんありますね。お茶飲みます。なんか今日すっごい乾燥してる。アルテミスさんハート、ヤスオリンポスさんハートありがとう。ね、私も作れそう、頑張れば。頑張らなくてもいけるかな。でもまず小麦粉を買うところからだな。小麦粉、黒胡椒ナゲットの箱を開けたら自分をあげろって書いてあった。え、自分の機嫌は自分で取れってこと？自分をあげろ、なんでそんな命令口調なの、ナゲットは。何、黒胡椒ナゲットだからちょっと俺様気質なのかな。言わなくてもするわって、なんかちょっとひねくれそう私。だってナゲット、あー楽しみーって買ってさ、ワクワクしてあげたら、自分をあげろ、へー。ナゲット揚げ揚げでいけってこと？そう、マック毎年出てる、この時期に毎年出る黒胡椒ナゲット、私の大好きなやつ。今年はまだ食べれそうにないです。ねえ、命令口調やだわな。なんとかしろ、揚げろ、何だったらいいかな。自分をあげてみてはいかがとか、ちょっとそれもなんか気持ち悪いか。自分をあげていこうとかがいいかな。うん、あ、そういうことか。揚げ物にかけてるってこと？揚げ物とそういう気分を上げる系のことをかけてるのか。おー、なるほど。
揚げ揚げ。でも暑そうだよな、揚げられる瞬間って。あ、緊張してるの。あ、揚げられるからドキドキして緊張して上がってんのか。いろんな意味があるね、難しい日本語って。黒胡椒美味しかったですか。いいな、食べたいわ。地鶏をあげる、地鶏をあげる。もう写真の方と鳥の方と。アニバルさん、ハットありがとう。こんにちは。ひろし BKK さん、ハットありがとう。お昼休みかな、お昼かな。みんな暖かくして過ごしてください。ねえ、広島今日寒い？なんかいつもより寒く感じる。雨だから寒いよ、寒いよ、寒いよ。今日11度だって、今日の広島。へえ、夜間は8度まで下がるそうです。わかりました。5時24分に日が沈む。はあ、今日中にやらなきゃいけないことを終わらせなければいけません。明日はもっと寒い。え、明日超寒い。え、待って待って、しばらく雨じゃん。嘘、しばらく雨なの。日曜日まで雨って書いてる、広島。いやーん、嘘だ。大阪はどうなの。でも広島にいた雲がそっち方面に行くから、大阪も土曜日雨だろうな。皆さん気をつけてきてね。大阪も雨、そっか、みんな雨か。日本住みの方。桑原靖子さん、だるまありがとうございます。うえー、動画、そう、動画、昨日ね、寝る前に動画作ろうって、ファンクラブにあげる動画作ろうって作っとったら、気づいたら朝4時で、あれ、あ、朝4時だ、じゃあ5時から朝配信できるかもと思ったら、寝落ちしてて、気づいたらお風呂も全部終わった状態でね、作ったからよかったけど、もうびっくりです。どんだけ作るんだって話を。あれでもないこれでもないってやったり、途中 TikTok 見たり、なんか途中でさ、いろいろ YouTube 見出したりとかしたら、気づいたら4時だった。よし休憩だ。 TikTok、 TikTok って恐ろしいの、そういうとこが。気づいたら時間が変わってるんですよ。そう、 TikTok で見たやつ、なんかこうやってブルブルなるおもちゃに赤ちゃんが捕まってブーってなってる動画とか見て、かわいいって。あとなんか丸山礼さん、丸山礼さんの YouTube の切り抜きみたいな流れてきて、バイトの失敗談あるあるみたいなやつ見て、ずっと一人で笑った面白かった。バイトの失敗談あるある、なんかね、何だったかな、なんかおもろいのがいっぱいあったんですよね。言い間違え系と、なんかその読み方がね面白くて、音読の仕方というか、なんかそういうの見ちゃう、面白系。みんなのバイトの失敗談ありますか。バイトとか仕事の失敗談、恥ずかしい系の。ガチのやっちまった話とかはダメよ。個人情報流出しちゃいました、もうそんな笑えないから、それはちょっともう各々会社の方で処理していただいて、
なんかちょっとクスッと笑える、今だから笑える失敗談ない？聞き間違い系とか、ガチのね、ガチのばっかり、ガチのやつを聞いて、あ、そうなんだってなっちゃう。なんかね、よく流れてくるのに私の TikTok 失敗談が。例えばどんなやつ、例えばバイト、バイトだからこそみたいなことあるよね。バイトだから失敗ちょっと許されたけどみたいな。ここでは言えないこと、何したの？なんかおもろいのあるかな。ほんとやばい。なんか失敗談まとめサイトみたいなの出てきたんですけど、高校の頃のバイトでレジを閉めるときに15万円足りなくて、今思えばそんなことあるわけないし絶対にただの入力ミスなのに、初バイトだったから焦っちゃって、すみません15万円足りませんで店長に報告したことあるっつって。15万円足りないの結構やばい、やばいね、15万円、もうそれは盗まれているよ絶対に。入力ミス、なんか昨日見たやつね、もっとね、もう私がお腹抱えて声出して笑うレベルで面白かったんですよ。どっかにないかな、何かで見えないかな。丸山礼さんバイトやらかし検索。面白い。お客さん、トロロください、私トトロですね。あ、昨日見たやつ面白かったの思い出した。あの検温のさ、体温計を一時期おでことか手とかに当てる時あったじゃないですか。その時に疲れすぎてアルコールスプレーをお客さんのおでこに吹きかけてしまったみたいなやつ見て、絶対にさ、やった本人はもうはっってなるけど、想像したらちょっと笑っちゃう。だって急に来て顔にシッてやられたら笑っちゃうもん。なんかないかな。フェスの物販でカップルが買いに来た時に、友達の話ね、友達別々で購入されますか、彼氏側こいつが先で、友達はいこいつが先ですね。私こういうのでさ笑ってしまう。でもちょっとそれさ言っちゃうよ、なんか釣られて言っちゃうってやっぱあると思う、気をつけよう私も。いやあるよきっと。ダメ、笑ってしまう。マックでバイトしてた時にクレーム来て、朝で頭回ってなくて、店長クレーマーがクレーム言ってますって本人の前で言ってしまった。一番ダメじゃん、うん、クレーム
言われたとしてもその目の前でさ、でもダメだね。お支払いはペイペイで、はいはい、ペイペイの音程で言っちゃったことね。こういうの、こういうの好き。もうみんなこういうさ、おもろ話だけで生きていきたい。はいはい、誰にも迷惑かかってない。こんなアルコールスプレーもしてないし、一番平和なうっかりさん。私も寝たい。はいはい、ね、すごいよね。ダメ、もう笑っちゃうから、もう見たらダメ。ひじかたとしずおさん、ココアありがとう。みんな面白いエピソードないですか？失敗、バイト失敗エピ。私はないかもしれないな。ないな。なんか誰も聞いてないと思って大熱唱しとったら後ろに人がいたこととかならあるけど、あの宅配便の仕分け作業の仕事したことあるって言ったじゃないですか前に。でそのベルトコンベアの音がめっちゃうるさいんですよ。バーンバーンバーンみたいな、すっごいうるさいから誰もいないし聞こえないんだろうと思って、ゆきりんさんの歌とかめっちゃ熱唱しとったら普通に後ろに人いっぱいいた。しかもそういうのって意外と聞こえてたりするよね。もうそんなんしかない。アリコリーと言いそうになった。それはもう工藤理子ですじゃん。笑えないエピあるよ。ちょっとちょっと確認しますよ、確認します。怖っ、お前のこと煮込んでやるっていう脅し、脅しなの。先輩へのメール予測変換に甘えた結果、同性の有名人の名前を打ち込んで送信してしまった。でもこれ私もある。私もね、メールとかでさ、自己紹介メールとかで自分のフルネームを入れるときに、予測変換でお父さんとかお母さんの名前出てくるんですよ。で私のお父さんの名前とか、お父さんの名前のそのフルネームじゃなくてもう下の名前もね、なんか他の日本語ってさ、同じ読みでも違う意味とかあるじゃん。漢字も違えば意味も違う系ので、違う方のやつを入力して送るときにお父さんの方の漢字が出てきちゃって押そうとしてしまったり気づかず押してたりとかすること結構ある、あります。だから急に私のメールに私のお父さんの名前を誤爆される時が来るかもしれない。怖い怖い。秘密秘密秘密。私のお父さん餃子定食さんっていう体でやってるから、お先餃子定食さんだから、本名とかないから、そういうファンタジーの世界だから気をつけなきゃ。みんなも気をつけて、お先に失礼しますとか言うときにお先セリカって打たないようにね。お母さん何定食、お母さん何定食だろう、ちょっと聞いとく。じゃメモしとく、お母さんの名前何するって。今日のメモ、古刹距離囲み個別古刹髪型お母さんの名前。じゃあこれ判別できるの、ちゃんと理解できるの。メモだけしてさ忘れちゃいそう。お母さん何定食、
さんの母の名はなんだろうね。お母さんの名前、お母さん何定食って書いた。なんかこれさ、ランチに来た人のメモやんこんなね。弥生県の会話やろこんな。私は何にしようかな。チキン南蛮にしようかな。チキン南蛮かサバの塩焼き系にしようかな。妹、いや七並べいろんな定食さんがいるんですよ。そうなの。だからみんなが対戦してる定食さんは本当はパスのお父さんじゃない可能性もあるよね。偽お父さんか。クロさんバラありがとう。チキン南蛮大好きだよ。チキン南蛮、ホットモットのチキン南蛮が食べたい今私。じゃあ今月ファンクラブのイベント終わったらホットモットのチキン南蛮が食べたいな。食べよう。広島に帰ってきたらご褒美チキン南蛮しよう。でもあれがいいな、九州寄りの方のやつ、タレ、あ、南蛮ソースのやつがいいな。タルタルじゃなくて。ちょっともうなんかおもろいやつさずっと見ちゃう。チキン南蛮お手洗いとトイレが混ざって、おトイレ洗いはこちらになりますって謎の妖怪みたいになっちゃった。おもろい。ねえねえ、こういうおもろいエピソード私も欲しいです。やだな、妖怪おトイレ洗い。なんかさ、なんか何年か前にツイッター、2、3年前にツイッターで見たマックのドライブスルーのそういう失敗話みたいな、ちょっと出てくるかな、 Google に聞いたら出てくるかな、ドライブスルー失敗話。お腹が鳴ってる。こんにちは。お昼休憩。何？アリサというものがおりますのでを、アーリーという、ちょっとグローバルになっちゃった。チキン南蛮をみんなで食べるイベント、何それ最高。じゃあみんな持参でね、持参してきてね、チキン南蛮持参で。ドライブスルー、ドライブスルーって緊張しません？めっちゃ咳払いしちゃうみたいな。ドライブスルー、私がよく行ってたドライブスルーはなんだろうな、マックも行ったことあるね。でも大体お母さんに頼んでもらいます全部恥ずかしくて。生まれたばかりの赤ちゃんがを生まれたバカちゃんがっていうちょっとやだな。バカちゃん生まれとってほしいね。バカちゃん生まれたら困っちゃう、私にってなる。
生まれたばかりの、しかも真面目なニュースですよ。生まれたばかりの、あ、生まれたバカちゃんが面白い。あ、思い出した。なんかマックのその、ま、前にツイッターで見たことがある、ツイッター時代に見た失敗談エピソード、なんかマイクに向かってこんにちはみたいなやつ。マイクに向かってこんにちはだ。これだ、やっぱ有名みたい。いろんな記事が出てきた。ファストフードでバイトした時、ドライブスルーの対応、いらっしゃいませ、こんにちは、マイクに向かってこんにちはマイクに向かってご注文どうぞって言わないといけない。マイクに向かってこんにちはこんにちは気まずい。テーマパークみたい。お兄さんもお姉さんも元気。これ好きなの私。これいつからあるネタなんだろう。2014年からあるわ。もう10年前から、10年前のこれネタらしい。あ、でも2011年からある。13年前からある。これすごい。一生失敗をこすられてるこの人。ごめん、掘り起こしてごめん。マッキーさん、レインボースターありがとうございます。こんにちは。ドライブスルー、確かに私ももう 4,5 年はしてない。ドライブスルー実家にいた頃しかしてない。お母さんの助手席でいつも行ってた。難しそう、注文聞き分け難しそうね。音質的にもスマイル、確かにドライブスルーのスマイルどうなんだろう。本当にスマイル頼む人いるんですかね。頼んだことありますか、スマイル。スマイルください。私はないよ、そんなん。ちょっと言えません。しかも無料なんて申し訳ない。お金を払うべき。いるの？スマイルくださいって言った後さ、会計が終わってからしてくれるタイプなのかな、それともスマイルくださいニコってした後に会計に入るんかな。急に孫に戻ったりして。頼まれたことある？頼まれたことがある側？そう、ユナヤナ言ってた。ユナヤナ、そうバイトしたことあるらしいね。こんにちは。スマイル、最高のスマイルもらったことあります。そのスマイルもらった後はな、どういうこと、どんな感じなの。スマイルもらったらもらいっぱなしなんですか、返すの。スマイルスマイル返しなの。ありがとうございますとか言うの。気まずくないんだって。スマイルください、ニコ。無の時間気になる。したことないから気になる。うなちゃんに聞いてみよう今度。こんにちは、うな太郎。あ、それ好き。え、愛子18のやつ好き。それ大好き私も。アイスコーヒー18個のあれなのに、あのその後ろかなんかにいたおばあちゃんが自己紹介をしなきゃいけないと思って名前と年齢を言っちゃうの。なんかそれさ、あれもあるじゃん、ゲーム実況でもそういうの流れてきたよ。ゲーム実況の切り抜きみたいなやつで、見たことある人いないですか。ゲーム実況で
なんか戦う系のバトル系のゲーム実況の切り抜きで年齢言っちゃうやつ。トヨコかな、トヨコかもしんない、トヨコかもしんない、それかも、私それ大好き。エイペックス、それ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 、トヨコ88だ。え、ちょっと、あ、待って、切り抜き見っけたよ。あー、私 iPad でさ TikTok 見れなかった。あー、見つけたのに。トヨコ、トヨコ88で調べてください。ほんとおもろいんです、これ大好き。トヨコを長生きしてください。トヨコさん、なんかね、なんとかなんとかなんちゃら伝わらない動画を見てください。そう、これもそのゲーム実況で、その相手の実況者の人がなんかそのゲームのバトル系のゲームだから指示を出すんですよ。なんとかなんちゃら何番みたいな言うの。なんて言ったかな、見たいけど。トヨコの映像見たいけど TikTok のアカウントが iPhone にしかない。トヨコを、YouTube にないのかな。あった、これや。あ、そう、年齢を言っちゃうの。ただただその武器の武器かなんかの指示を出してるだけなのに自己紹介をしないといけないから、ね、トヨコ88みたいな言うの。それをそれがもう好きすぎて一時期そればっか見てた。でもちょっと見つけられなかった TikTok 以外のやつ。 TikTok 持ってる人は探してみてください。トヨコ88、こんにちは。そうそう、説明が難しいわ。パセリ88、長生き、パセリ長生き、パセリ長生きしたら、でもな、孤独だな。みんなも長生きして一緒におしゃべりとかしよう。私の将来のあの夢は美味しいものをいっぱい食べることと、あと縁側に座って緑茶を飲むこと、あったかい緑茶を飲むこと、ね、これは大事ですよ。やっぱ縁側に座ってあったかい緑茶を飲めるっていうのはまず縁側があるところと、ちゃんと自分で座れてるってところと、あったかいお茶を飲めているっていう、もう一番平和だと思います。あったかい緑茶飲みながらこうやって空とか見上げて。でも家はいらんな、家欲しい願望もないな。ちょっとどうしよう、縁側だけ欲しいかも。家はね、なんか一軒家を持つとご近所トラブルとかちょっと大変そうだからちょっと嫌なんですよね。なんか縁側じゃなくてもいいな、ベランダでもいいな。
人んちの縁側でもいいな。じゃあ誰か縁側だけ貸してください。縁側レンタルしてあるかな、レンタル縁側。お家ね大変そう、掃除も大変そうだし、そのローンも大変そうだし、ご近所付き合いも大変だし。ベンチ、あ公園の確かに公園とかでもいいね。その頃にはさどうなってるんだろう。今ってなんか公園で子供が遊ぶの良くないみたいな地域あるじゃないですか、騒音トラブル的な。元気が一番だよ子供。あ縁側のある宿いいね。縁側大変よね。私のおばあちゃん家とかもさお掃除大変そうだもん、いつもね。怖、将来さもう畑とかもないのかな地元とか。田んぼとか畑とかが減って住宅街とかばっかなのかな。寂しい寂しいね。縁側縁側食べたことないかも私、お寿司屋さんとかの。昼休み終了、もうそんな時間。本当だ、45分にいつもお昼終了の人いるよね。午後も頑張ってね、パセも13時には終わるよ。また夜も配信するよ。今日は葵さんの生誕祭あるから、葵さん生誕が終わったら配信しますね。葵さんが生まれました今日は。みんな大好き兵頭葵さんの誕生日、23歳。もうなんかもう私にとっては高嶺の花のお姉さんって感じだから、自分より年下っていうのが未だになんか不思議なの。どのメンバーが誕生日迎えてもさみんな年下じゃないですか。ってびっくりしちゃう。私の年を超えてくる人はもういないからびっくりです。葵さんそう当日生誕。会場に行きたいですって申請しとけばよかった。DMM で見ます。DMM 見る。本当におしゃれなんですよ。もうショールームとかさ見ててもおしゃれさ伝わってくると思うけど、本当におしゃれ。こんにちは。ああいうおしゃれさを取り入れたいですね。どこで買ってるんだろう服。なんか広島ってお洋服買うところがパルコぐらいしかなくてね、パルコかアウトレットかネットかみたいな感じなの。どこで買ってんだろうあんなおしゃれな服。やっぱ同じ店に行くにしてもさ、おしゃれな人は目の付けどころが違うというか、セレクトの仕方が違うのかなね。いいな、センス欲しい。もし今後葵さんがパセリ欲しいものあるとか聞いてくれることがあったら、葵さんのセンスをくださいって言ってセンスをもらう。もらえるもんならもらいたい。愛媛もパルコあんの？そうなの？愛媛ってパルコあんの？はい、長崎パルコないよ。パルコないですよ。愛媛すごね。一緒に行きたいけど緊張しちゃう。写真撮るだけで緊張するもん。
私やっと沖さんとさ初詣3年目にしてやっと普通に喋れるようになったのに3年かかります、どのメンバーもやばい。長崎、長崎夢サイトがある、夢サイトとココウォークがあります、未来長崎ココウォークがあります。ココウォーク、あと広島のなんかねおしゃれな古着屋さんこの前見っけたの、なんかなんて言うんですかね、単色系女子みたいなおしゃれ古着屋を発見した。イオンタウン、イオンタウン、なんかニュース見たな、それイオンタウンができるやつ見ました。イオンタウンって何があるの、何どんなスーパーとかかな、どの規模なんだろう、イオンモールまでは行かないってこと、モールよりでかいってこと。私も見た、昨日か一昨日かに見たイオンタウンのニュース、広島あ、イオンタウン楽楽園だ、見た、今年開業ってやつ見たよ。どんな、え、でかっ、え、これが広島にできるの、行きたい行きたい、すごい、ほえー、駐車場の車止めれる台数約400台、敷地面積見ても分かんないな、敷地面積見ても分かんないし東京ドーム何個分とやっても分からんな、みんな東京ドーム何個分とかで分かる人、何何、広島電鉄宮島線楽楽園駅から徒歩3分の距離、ほう、行きたい、年内開業だって、400台、そうだよね、え、これマックスバリューがあるところって書いてるから私分かった、どの辺か分かったぞ、行ったことあるぞこのエリア、でも結構駐車場のイメージある、今駐車場あの目の前にサイゼがありますね、いいね、駅が近いのはいいことです、できたら行こう、年内らしいから。山田電機とかがあるんです、山田電機と山田電機の大きい駐車場があるところに多分新しくイオンタウンができるみたい、違うのかな、その周辺ってことなのかな、あーでもマックスバリュー山田電機は営業継続って書いてるからその近辺ってこと、楽しみ、大好き、そういうショッピング施設系大好き、イオンモールとか夢タウンとか大好きですね、嬉しい、ほう、じゃイオンモールが最上級、イオンモール、イオンタウン、イオン、まあ、イオンって言ってもさ都会の東京とかにあるイオンって街中にありません、街中のなんかスーパーみたいなイオンよね、でもあの地方というか私の地元とかにあるイオンは結構でかいですよ地元の中では一番でかい、ララポートみたいなもんだよ、こっちからしたら、こっちからしたらララポート並みにでかいよ、
みんなからしたら、ね、都会から来た人からしたら違うかもだけど、小中学生は大体イオンに行く多分。おにぎり食べました。何おにぎりですか？何おにぎりだけか教えて。仕事に戻る前におにぎりの具だけ教えて。ララポート行ってみたい。ララポート、なんかヒルナンデスで学びました、ララポートとか昼なんですの3色ショッピングでそういうやつ知ったの。ツナだって。病院のはしご、どうしたの、おかえり。病院待ち時間がきっと長かったから待ち時間でヘトヘト疲れちゃうよね。おかえり。モールが大型ショッピングセンター、タウンが近隣型ショッピングセンター。ほうほうほう、近隣型ね、難しい。ジャスコ、そうジャスコだった昔、ジャスコがイオンになって、イオンのゲーセン、モーリーファンタジー、ジローの大とショートみたいなもん何だその例え、野菜とか全部増してるか増してないかってこと、ノーマルか大盛りの増し増しかってこと。マックスバリュー大好きよ私。イオンモールは大きい、マックスバリューはスーパー広島のイオンモール、広島府中全国でも大きい方、え、そうなの、そうだったの、そうなんだ、何も思わず普通に言ってました、そうなんだ。確かに大きい、映画館もあるし、でっかい無印もできた。明日検査、分かった、祈っときます、いい結果であるように祈っときます。イオンのコンビニ、何それ、マイバスケット、マイバスケット大好き東京の泊まりとかの時は近くにマイバスケットが大体ある、どこに行ってもさ、どこのホテル泊まっても大体近くにマイバスケットある。あとなんだっけ、なんかそういう感じのやつだ、マイバスケットっぽいやつもう一個なんかあるじゃん、大体ある。アルテミスさんハート、トシさんハートありがとう。眠気対策、よくネットとかで見るのは自分の太ももにボールペンを刺すみたいなやつ見るけど、やったことはない、絶対に痛い。え、なんだっけ、マイバスケットじゃない、なんかよく東京にあるそういうマイバスケットっぽいコンビニみたいな、スーパーみたいな、中間みたいなやつね、どこにでもある。雪かきしすぎて風邪ひいたの、あったかいものを飲むんだ。キョンシュさんココアありがとう、ほらココアが来たよ、あったかいココアでもお飲み、あったかいココアだって貝ココアが潜んでた、ココアさん
成城石井、成城石井さ、もう緊張して入らない、見つけてもキャーってなる。成城石井、これがよく家事ヤロウで見る成城石井みたいな気持ちで見ちゃう。なんかセレブが行くってイメージです。マルエツプチ、それそれだよ、私が言いたかったの。なんでわかったの？私が言いたかったのそれです。マルエツプチです。よく東京のホテルの近くにあるやつ。どこのホテル泊まってもマイバスケットかマルエツプチがいる。そう、しんいちさん小判ありがとう。小判だ、高いものどうぞだって。優しい、優しいよ。大五郎さんバラありがとう。成城石井行ってみたい。もう1時になっちゃう。成城石井のおすすめ教えてよ、教えてよ。行くことないけども、広島ある？ない？なんかしょっちゅうバズってるイメージだけど。ビスケット有名なの？ビスケット、ハンバーグ、え、チーズ、わかる、チーズのイメージある。行ってみたい。岡山駅、岡山駅のやつ行ったことあるよ私。岡山駅の成城石井行ったことあります。なんで行ったかっていうと、去年一昨年お母さんと岡山旅行、弾丸日帰り岡山旅行に行った時にたまたま通りかかって、でなんか値引きシール貼ってあって、うん、その時行きました。成城石井だってなった。そう、ちょっと感動したもん。13時になった、もう早いな。じゃあ終わろう。成城石井に感動するパセリで今日は配信終わりです。また夜も配信します。陣来さんラブレターありがとう、ありがとうございました。ではでは、この後頑張るぞ。アバンセ、アバンセ行ったことあるな。アバンセ終わるよ。みんな午後からも頑張ってください。私もやること頑張って終わらせたいと思います。それでは壇上行きます。13位ちんさん、12位バラちゃん、11位台湾ジョジョさん、10位アルテミスさん、9位ジャーパングさん、8位ミツさん、7位トシキさん、6位コウジさん、5位クアドリさん、4位メロンのあそこさん、3位イモケンピさん、2位しんいちさん、1位マッキーさん、ありがとうございます。それでは終わります。バイバイ。見てくれてありがとうございました。またねー。